マッカンダルの横顔が刻まれた20グールド効果。フランスはマッカンダルは、ハイチのマルーンの最も有名な指導者の一人。マッカンダルとも表記される。マルーンは主に、プランテーションから逃亡し産地や丘陵地帯で、生きながらへ、他の元奴隷たちと結集し共同体を形成していた黒人奴隷のことを指す。マッカンダルは、ハイチのプランテーションの逃亡奴隷であり、ウール教の司祭。 ウンガンであった。彼はマルーンを島のフランス人農園主の対抗勢力に導いた。フランスはマッカンダルと彼の支持者たちは6年間ゲリラ活動を続け、毒薬と大農園への襲撃を通じて約6000人以上の白人を殺害したと伝えられている。ジャン・ロゴジンスキによれば、マッカンダルは異なるマルーンの一団を団結させ、まだ大農園にいる奴隷たちの秘密組織の ネットワークを作り出す能力を持ったカリスマ的指導者だったという。島の農園主と奴隷所有者の多くはマッカンダルが全ての白人を毒のしようとその恐怖を通じて植民地から追いやろうと計画したと信じていた。1758年、マッカンダルは部下の裏切りにより捕らえられカップフランソワの広場で生きたまま焼かれた。マッカンダルの 最もよく知られた肖像の一つに、アレホカルペンティエルのマジックリアリズムの小説、この世の王国がある。ありがとうございます。